今日はですね、日産のグローバルギャラリーにやってまいりました。もうね、車がいっぱい並んでるんで、楽しみですね。早速行ってみましょう。ちょっとね、早く着いちゃったんで上から眺めてます。あれアリアやな。おー、すげえ。ちょっとね、オープンまであと1時間あるんで、その間にこんなん見つけちゃいました。これ電気自動車、これね、これなんか一人乗りの、こんなん借りれるんかな。これ借りれるみたいですね。会員登録とかせなあかんのか。今日乗られへんのかな、ひょっとして。ちょっとこれ乗ってみたいけどな。すごいシンプル。後ろ、あ、一応二人乗りなんやな。で、あとね、ほら充電してます。これリーフ、初期リーフですね。車でも急速充電器2台設置されてますね。さっきからね、あっから車がピュンピュン出てきたんですけど、あれ試乗車ですかね。じゃあ日産ギャラリー、ここね、ほら Z とか置いてあるんよ。はい入ってきました。日産の、これ日産じゃないな、インフィニティ QX60 っていうんですかね、これが、発表されたということで、いや大きいわかっちょええわっていう感じです。ちょっとざっと見ていこうかな。これキックスね、これ売れに売れてる。キックスって電気自動車になるんですよね。ガソリンモーターがついてるけどもね、ちょっと分かんないですけど、e パワーがあるということで、結構ね、ワンペダルドライブが楽しめる面白い車だと思います。出たアリア。やっぱ現物見るとかっこええな。やっちゃえ日産っていう感じで。これね、もう一個なんか試乗、後ろに試乗できるところがあるみたいですね。すごい、初めて見ましたアリア。あー、そんな言うほどでかくない、ひょっとして。これね、アリアは500万からの販売予定ということで、本当にこれめっちゃ売れるんじゃないですかね。タイヤホイールがすごいエアロっぽくなってますよね。これ、日産の、これ GT って書いてるんで、スカイラインの、これハイブリッドではないなこれに乗るんかな、ね、あ、ハイブリッドって書いてるわ。テストドライブ、今日はね、これに乗ります。プロパイロット2ということでね、高速道路で運転が可能だという、運転が可能というか手放し運転が可能だということですね。やっぱスカイラインって憧れるよねはあ、こんな感じになったのか。どうか撮影許可がおりますように。おりませんでしたらこれで終わります。すごいね、この大きいスペースにいっぱいお車が溜まってますね。溜まってるあ、こっちはね GTR ですね。奥の方に Z が置いてますね。 Z のコンセプトカーになるんですかね。ちょっとほら、内装とかちょっと普通じゃねえよ。普通の Z じゃないって感じ。あ、ほらほら、 Z コンセプトね、これも Z コンセプトなんですよ。あ、これなんか、うわすごい、これ32のコンセプトかな。これめっちゃかっこよくね、これ。これ今のね、新しい Z コンセプトのリアテールランプに似てますよね。はぁ、これそのまま出してほしかったな。やっぱあれなんですよね、すごいシンプルですよね、コンセプトは。あ、こんなんなんや、すごい。こんな Z 知らない。こちらは日産、もう一つの横浜の日産のブースです。
やなんかすごいね、宇宙船みたい。はい、今ねちょっと外に出てきました。ここすごいんよ、もうカフェで、なんかね、さっきこれソーラーパネルで電気を作ってるらしいんですよ、この施設のね中の電気をね。それで、料理したりとか電気を賄ってるという感じなんですね。これもひょっとして充電ソーラーパワー違うか。もうリーフはね皆さんもうご存知ですよね。こんな感じで充電しております。もうこういう姿がもう当たり前になってきましたよね。もう今2020年ですからね。で GTR とかももちろん置いてます。すげえな。でこの外周をずっとね車が走るみたいなんですよね。これは何なんでしょうね。こういう商業用のバンも日産は取り扱ってると。でも確かに電気ね、こういうお店使う人よく使いますよね。バッテリーなんかガソリンで電気ね、蓄電池とか持ち歩いてる人いますよね。そういうのがまあこのボディの中にすで、に、電池が入ってればもうそのまま電源が取れるという感じなんか。結構実用性が出てくると思いますよ、こういうのは。なんかね、すがすがしいです。この日産のこのスペース。すごいなんかね、今日はずっと雨、昨日まで降ってたんですけど、今日は天気に恵まれて、爽やかな風が吹いております。いや、本当にね、お近くの方じゃなくても、これからコロナもありますけどね、どんどんね、移動できるようになってくると思いますので、ぜひともこの横浜の日産の方へ皆さん来てくださいね。一日楽しめるかも。中撮影禁止でしたんで、シアター状になってて R のね、スタジアムになってましたね。大坂なおみさんが出てきました。すごかった。さっきねシアターで見たんですけど、これ電気自動車なのか。すごいなんかね、レーシング体験がシアターの方で実はできました。それで、あ、これが走ってたんやな。はい、いかがでしたかね、日産グローバルギャラリーと、パビリオン。いや、横浜にね来た時はぜひともお越しください。家族連れでね来ても、十分楽しめるスペースだと思います。私のチャンネルね、これから日産の動画もいろいろ出していきますので、興味のある方はねぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。はい、というわけで横浜の日産に行ってみたようでした。じゃあね、バーイ。